T-60 は第二次世界大戦中のソビエト連邦で開発された軽戦車である。ソビエト赤軍の開発した軽戦車は偵察を主任務とした軽量小型で軽武装ながら水陸両用性能を持つものと、それらより大きく重量がある不評支援用の重武装型の2種類が存在するが、偵察用水陸両用軽戦車である T-40 は独ソ回戦のちほどなく、 水陸両用機能を廃止されて、武装と装甲を強化した T-30 に発展した。しかしこれは T-40 同様の不業用の車体デザインのままであり、一方では NA アストロフ技師の設計チームにより、最初から陸上専用に設計された偵察用軽戦車が試作されていた。この試作車は、トーションバーサスペンションの T-40 のシャーシを、 元にしてはいるものの、浮力を稼ぐための車体容積を削って絞り込んだ。結果、同程度の重量ながら車体全面下部と操縦席の走行、砲塔で2 5ト、mm、ルと倍の厚さにできた。それ以外のエンジンや走行装置、2名の乗員配置などは以前とさほど変わらず、t n s h 2 0ト、mm、ル機関砲を装備した本社は1941年10月。 t-60 として採用された。モスクワ全面にドイツ軍が迫る気球の時であり、またより高性能の t-50 を量産する余裕もなく、t-60 には当初から1万両という大量生産の命令が出された。疎開により遅れつつも4つの工場で順に量産に入り、12月半ばには量産第1号が完成した。 より強化された T-70 の生産開始から半年後の1942年の秋までに6045両が生産された。次々に前線に送られた本社は、本来の偵察などの任務に用いる余裕はなく、古城不評を乗せての攻撃任務に用いられた。これは、武装、走行が従来よりは強化されたとはいえ、軽戦車に向いた任務ではなく、 他の軽戦車ともども容易に撃破され、という、あだ名まで付けられた。また偵察用に作られながら、小型で、車体底部と地面との間が狭く、d n 値や雪原では、車体底面が設置して動けなくなるなど、機動性にも問題があった。にもかかわらず、赤軍は疎開中の工場で製造中の T-34 やキロボルトといった強力な戦車が、大量生産されて、 数を揃えるまでの時間を稼ぐため、これら軽戦車で戦線を維持するしかなく、レンドリースで送られてきたイギリス製戦車と共に、翌年のドイツ軍の下記構勢に対しても投入され、続けた。味方からもその価値を疑われた T-60 は、これを捕獲したドイツ軍により、ポンツァーコンプフバガン T-6743 の名称が与えられたが、調査報告では、 華奢で戦力価値なし、捕獲しても使い道が限られるとされ、武装や砲塔を撤去して大砲を牽引する走行トラクターとして用いられた。しかし中には、この戦車でソ連邦英雄の称号を得た者もいた。1943年1月、第5号パショロクの戦いで3号戦車3両を発見した戦車長、ディミトリー・オサーチュク中尉と操縦士のイバン・マカレンコフ。 総長は、これらを挑発しておびき出し、隠れていた味方の野方陣地に近づき横腹を向けさせ、二両を撃破させるのに成功した。また1942年のドイツ軍火機構成では、T-60 が、車体の小ささを生かし、背の高い草の腹を抜けて密かに、ドイツ軍不評に接近、奇襲をかけ大きな損害を与えたことが記録されている。ありがとうございます。